皆さんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校5年生の社会化これからの食料生産と私たちの2時間目の内容です教科書118ページ119ページを開けましょう途中書く場面があるときはビデオを止めて書きましょうここでは 食の安全・安心に対する取り組みについて考えていきます。まずはじめに、音声を止めて、食料品の産地と値段を、広告やチラシなどを見て書いてみましょう。書き終わったら進めていきましょう。食料品の産地と値段について、例として3つほど挙げてあります。 これらのことから気づいたこととして外国産が多いまた外国産は値段が安い誰が生産したのか写真まで貼ってあり分かるようになっていた安全な食品であることを表示するシールが貼ってあるスマホで読み取るとどこでいつどんな餌を食べたかが分かるようになっていたなどが挙げられます。 次に、食品の安全を守るための取り組みを調べててみまましょう。止めて書きましょう。トレーサビリティとは食品の生産から販売までの記録を残しておき問題のある商品がどこに行ったかどこから来たかが調べられる仕組みのことです。食品のの安全を守るための取り組みは、主に、 トレーサビリティの取り組みや、検疫所の働きが挙げられます。最後に、食料を安定して確保し続けるためには、どのようなことが大切なのでしょうか。教科書120ページの資料3・4や、JA の人の話などから考えてみましょう。止めて書きましょう。 食料を安定して確保するためには国産で生産されたものを無駄なく食べること自分の住んでいる地域でとれるものを食べること地産地消の取り組みを進めること食料自給率を上げることなどが挙げられます教科書122123ページから これからの食料生産についててまままとめめししょょう。止めて書きましょう。止書き生産者は消費者の声に応えながら食料生産の発展に向けた新しい取り組みを進めているこれで「小学校5年生の社会科これからの食料生産と私たち」の2時間目の内容を 終わりにします。